K-POP 界で最も裕福なグループの一つである BTS の純資産は5000万ドルです。そのお金は、高級サービス、プライベートジェットを含む高級品、高価な衣装、家族への豪華な贈り物に支払われます。この韓国のアイドルグループのメンバー7人は、100万ドルを超える時計コレクションも所有しています。ロレックス、パテックフィリップ、カルティエは BTS スターも愛用するブランドです。ジン、スイスの時計ブランド、ロレックスの忠実なファンであるジンは、ローズゴールドとホワイトゴールドの2つのバージョンのロレックスオイスターパーペチュアルデーデート36を所有しています。彼は公の場に現れるとき、これらのモデルの両方を着用することがよくあります。ウォッチョニスタによると、どちらのアイテムも 36mm の文字盤を採用しており、細い手首に適しているとのこと。さらに、ジンの時計にはすべてダイヤモンドが散りばめられたベゼルがついています。このディテールがファッションアクセサリーの価値を高めるのに貢献します。2019年、BTS の最年長メンバーもロレックスデーデート31を披露しました。現在、ロレックスオイスターパーペチュアルデーデートモデルは約5万5000ドルで販売されています。ジミン、カルティエはジミンのお気に入りのアクセサリーブランドです。1917年に発表されたカルティエタンクアメリカヌは、多くの有名人によって着用されました。これも BTS メンバーの選択です。第一次世界大戦の戦車のイメージからインスピレーションを得たこのアイテムは、ルイ・カルティエによってカルティエタンクアメリカヌと名付けられました。シルバーの文字盤とブルースチールの剣の形をしたアワーマーカーは、カルティエの時計の特徴です。さらに、八角形のリューズには軌跡が散りばめられ、このアクセサリーをさらにグレードアップさせています。ブルーのワニ革ストラップがより高級感とエレガントさを演出します。ジミンの時計は現在約6300ドルの価値がある。各、V は聴衆の前に登場するとき、ジャガールクルトやグッチの時計をよく着用しています。高級ファッションブランドのグッチでは、BTS のメンバーがコーツムーブメントを搭載した 38mm ルマルシェでメルベイユを選びました。スイスの時計メーカー、ジャガールクルトでは、K-POP アイドルがマスター8 Days とデュオメートルカンティエムルネールモデルを所有しています。これらのアクセサリーは両方とも高価なローズゴールドで作られています。ただし、デュオメートルカンティエムルネールは、V 自身が購入した時計ではありません。これは2017年に中国のファンが彼に贈った誕生日プレゼントです。このファッションアイテムは最大3万5000ドルの価値があります。シュガ、BTS のラッパーは、スイスの有名時計ブランドに対する情熱を示しています。彼が路上でシルバーのロレックスオイスターパーペチュアルデートジャスト36をつけているのが目撃されたこともありました。さらに、シュガはオーデマピゲロイヤルオーク自動巻きオートマチックも所有しています。製品の直径は34または37mmです。八角形の枠に丸い文字盤を組み合わせたシンプルなデザインが、上品さと高級感をプラスします。さらに、防錆メタルブレスレットは、オーデマピゲウォッチのロイヤルオークシリーズの耐久性も保証します。このアクセサリーの価格は約4万2000ドルです。ジョングク。BTS の最年少メンバーとして、ジョングクは素晴らしい時計コレクションを所有しています。K-POP アイドルは、ワードローブに最大9個のロレックスを持っています。各アクセサリーは比較的大きな価値を持っています。ロレックスサブマリーナーラインでは、ジョングクは2つの異なるカラーバージョンを購入しました。それぞれの市場価格は1万5000ドルです。さらに、彼はコスモグラフデートナモデルを3万5000ドルで、デーデート36モデルを3万7000ドルで所有しています。特にジョングクのロレックスデーデート36にはプレジデントストラップがついており、アクセサリーのハイライトを演出している。J-HOPE。BTS のファッションスタイルが印象的なメンバーである J-HOPE は、
高価で豪華な時計を多く所有しています。彼のオーデマピゲロイヤルオークセルフワインディングは、ジュエリーデザイナーのカロリーナ・ブッチによって独占的に作られた特別版です。アクセサリーのサイズは 37mm、マットゴールド製です。この時計の価格は最大5万1000ドルです。この比較的高価なコストは、フィレンツェ独自の技術を使用していることにあります。時計に不透明なコーティングを施し、ファッションアイテムのハイライトを高める手法です。RM。RM の時計の趣味はメディアや視聴者の注目を集めています。彼はパテック・フィリップ・ノーチラス 5712R を持って公の場に現れることがよくあります。ウォッチョニスタによると、このスイス製時計の価格は5万ドルだという。ただし、これは RM のコレクションの中で最も高価なアクセサリーではありません。BTS のメンバーは、7万7000ドルから10万ドル相当のロレックスオイスターパーペチュアルデーデート40も所有している。ロレックスブランドのアクセサリーは、上品で上品なブルーカラーで、様々なコーディネートに合わせやすいです。文字盤には繊細な斜めのラインが刻まれており、モデルの存在感を高めています。